ライブ BBT は富山テレビで2019年4月1日から放送されている夕方ワイド番組である。2019年4月1日よりプライムニュース BBT チャンネル8の後継番組として放送開始。2020年6月27日まで平日版の16時25分から17時53分はライブ BBT。 平日版の17時53分19時及び土曜版は報道ライブ BBT と編成上はタイトルが分けられていたが新聞やテレビ情報誌における番組表では N ライブ BBT 番組公式サイト及び2020年6月29日からは編成上でもライブ BBT のタイトルで統一されている。なお本番組の放送がない日曜はこれまで通り 北陸中日新聞日曜、夕刊として放送。富山県内での新型コロナウイルス感染拡大による臨時編成により2021年8月30日から放送時間を15時40分19時に拡大し、ライブニュースイット第一部をライブ BBT 拡大スペシャルとした上で臨時ネットしていたが、同年10月4日より正式に放送時間拡大の上、 一ッ第一部をネット開始。これに伴い、8月27日まで16時20分16時50分に放送されていたローカルパートの放送時間も16時50分17、12.30に変更となり、富山県の放送局で17時台にローカル番組枠が編成されるのは、KNB テレビ、いっちゃん KNB が2008年に17時台のローカル枠から撤退して、 以来約13年不利となる。丸印氏は、富山テレビアナウンサー。メインキャスタースポーツキャスターフィールドキャスター気象キャスター。他メインキャスターフィールドキャスター平日版16.17時代、18時代、共通16.17時代、18時代など、土曜版平日版18時代。ありがとうございます。